旭川で知人の16歳の男性に怪我をさせ、現金などを奪った疑いで17歳の少年が逮捕されました。逮捕されたのは旭川の17歳の少年で、今月12日午前3時半ごろ、旭川市内の公園の駐車場で名寄に住む知人の16歳の男性にけがをさせた上、男性が持っていた現金を奪った疑いが持たれています。 警察は少年を名寄市内の立ち寄り先で発見。今日未明逮捕しましたが、認否などを明らかにしていません。警察は少年以外にも複数の共犯者がいたとみて行方を捜査しています。